どうもショフィンです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。ということで僕は今汐留に来てます。なんか久しぶりに来ましたけども、いい天気で快適です。今奥さんは自宅でテレワークをしてます。で僕も家で撮影だったり仕事をしてもいいんですけど、やっぱ同じ空間でお互い別々のことをやるとちょっとね音が立てちゃったりして集中力が途切れちゃったりするんで、今僕は外に来てます。で昨日一昨日もちょっとホテルを借りてズームコンサルだったりズームで交流会をやったりとかぶっ通しでやったわけなんですけど、それを家でやりながら、だと奥さんがリラックスできないですよね。なので僕は別のところに行ってこう作業するっていうことを最近してます。ちなみに奥さんは非ミニマリストさんです。もう2年近く前になりますけど、同棲を開始したって言った時は僕はもうガチガチでミニマリズムやってたんで、お互いのペースっていうのが合わなかったですね。なのでちょっとこう摩擦で感じる部分もありましたけど、まあもう2年経てばもうだいぶこなれてきて、もう2人のペースっていう感じになってきましたね。なので前は一人暮らしでのミニマリズムっていうのを発信しましたけども、これからは徐々に2人で暮らしていく時のミニマリズムっていうことでちょっとシェアできるかなと思ってますね。まあもちろん今でも相手は非ミニマリズムなんで、勝手に僕が思ってるだけなんですけど、そういうところをこれからなんかお役に立てたらいいなと思って、ちょっと僕が今やっていることだったり大切にしていることっていうのをシェアさせてもらいます。まず一つ目なんですけど、これは僕たちがルールにしていることです。それはもやっとしたことは当日中に解消するっていうルールです。どういうことかっていうと、なんかちょっとこう相手の言動にイラッとしたりとか、相手がこうなんかしてくれないからもやっとしたりっていうことは必ずやっぱお互い暮らしているとあるんですよ、価値観の違いで。でそうやってもやっとしたことがあったら必ず言葉で相手にシェアするようにしてるんですよ。でその時に喧嘩するんじゃなくてちゃんと話し合うっていう感じですね。なのであの時のお前のあれ悪いよとかいけないよとか良くないよとかじゃなくて、あの時のあなたのその言動に対してもやっとしたんだよねっていう、その自分のもやっとした感情をシェアするっていうことですね。これをするだけでもお互いかなり身軽な状態で暮らすことができます。でなんでこういうルールを設けてるかっていうと、単純におしどり夫婦って、僕はすごい尊敬している人がいるんですけど、そのおしどり夫婦の人が持っているルールなんですよね。こうするといいよっていう、そのおしどりルールみたいなのをこう教えてもらって、でありがとうございますということで、それを今僕たちもやってるんですよ。もやっとしたことがあったら必ず当日中にシェアして、必ず2人で解決しようねっていうことでやってるんですね。なので最初はこれめっちゃ多かったです。例えばなんですけど、ある日何気なく、そろそろ健康診断行かなきゃみたいな話をしてて、で僕が忙しいからちょっと健康診断サボろうかなみたいな話をしたんですよ。そしたら相手がもういいとか言ってめちゃくちゃ怒っちゃったんですね。で僕なんでって思って、健康診断行かないだけでなんでって思ったんですね。ですごいこうモヤモヤしたので、一旦冷静になるのを待って、でなんであの時言い方したのっていうふうにこう聞いたんですよ。そしたらその奥さんは元看護師さんなんですね。でいろいろなその病気の人だったりとか、その入院している人たちを見て、それいかにやっぱ健康診断が大事か、常に自分の体をチェックしてするのが大事かっていうのをもう痛いほど分かってる、 見てきてるんですよ。なのでその健康診断を僕が受けないっていうことに対して怒ったんですよね。っていう話をこう話し合いながら聞いて、あそうだったんだねと、じゃあ僕もそんなに大事だったら僕も毎年必ず自分の体をチェックするよっていうことで、それからは健康診断を定期的に受けてます。今ではもうそういうのはほとんどなくなりました。もちろんありますけどね、なんでそこでそれ言うのとか、なんでそこでそれやっちゃうのみたいな、いろいろお互い思うところありますけど、それは必ず当日中に解消する、話し合うっていうことでやってます。でもこれでするだけでもかなり身軽にお互い安心して暮らせているので、このルールおすすめです。で2つ目はお互いの一人の時間を大切にするっていうことです。これはコロナになる前は相手は会社に行ってましたし、僕も身軽にいろんなところ行ってたんで、お互い必ず一人の時間になる時はあったんですよね。でもコロナ禍になってそれはテレワークになったりとかして、2人で家の中で仕事をするっていう機会がめちゃくちゃ増えたんですよね。 1LDK なんで、朝起きたら2人でまず過ごして、で仕事する在中もお互い見えるところにいる、で仕事が終わったらまた2人で過ごしてっ
ていう感じで、それが1週間ぐらい続くと、なんかだんだんその息苦しくなってくるんですよね。で別にこれ相手が嫌いとか相手に飽きたとかじゃなくて、やっぱりその人は一人でなんか悶々と考える、こんこんと考える時間ってやっぱ必要なんだなって思いましたね。まあこれもタイプだと思うんですけど、僕は少なくとも一人でゆっくりぼーっとする時間っていうのがめちゃくちゃ大事なんですよ。その時にアイデアがパーンって浮かんできたりするんで、めちゃくちゃ大事なんですね。っていうのをまた先ほどのルールで、その僕一人の時間がやっぱ欲しいんだよねみたいな言ったら、うん私もって言ってましたから、そうなのでやっぱり一人でただ自分のやりたいことをやる時間っていうのは、たとえ家族を持ったとしても、誰かと一緒に住んだとしても必要なんだなってすごく思いました。なのでルール2つ目、お互い一人の時間を必ず持つようにするっていうことを大事にします。めちゃくちゃシンプルなんですけど、この2つだけやってるだけでも、お互いの大切にしていることを大切にして、自分の大切にしていることも大切にできるので、すごくお互いいい距離感で過ごせますよ。なのでおすすめです。いかがだったでしょうか。はい、ちなみにこうやって外出回って大丈夫なのかっていう疑問が飛んでくると思うんですけど、PCR 検査受けてきたんで大丈夫です。単純に受けとこうかなっていう興味本位と、あとまあ受けといた方がこれから移動しやすくなるから、人に会いやすくなるかなと思ったんで、処方で受けておきます。受けてきます。あ、ここですね。で、僕はこれですね、普通の PCR 検査、唾液による精度の高い検査、これ行ってきます。なんか久しぶりの健康診断って感じで新鮮で面白かったです。じゃあ今からご褒美タイムってことで、近くのカフェに行ってパソコン作業やります。やっぱこうやって安心して動き回りたいですからね、早く陰性結果出てほしい。ありがとうございます。ダークモカチップフラペチーノでございます。もう甘党好きにはたまらないです。よっこらしょっと、とりあえず、一旦作業が終わって落ち着きました。なのでちょっとお腹空いたので今からご飯に行きます。はい、吉野家の牛丼頭の盛りいただきます。そう、食べてすぐは眠くなっちゃうんで、ちょっと今外に散歩しに行きました。はい、めっちゃ気持ちいいです。じゃあまた近くのね、カフェとかに入ってちょっと作業しますね。買っちゃいました、和歌山県産キイの梅、買っちゃいました。普段はこういうのめったに飲まないですね。そう、外に行って出かけた時だけこういうのは、まあ、ご褒美として買ってます。正直和歌山まだ行ったことないんですよね。そうなので行きたいなと思ってるんですけど、なんかおすすめのスポットだったら教えてください。乾杯。うまっ。都内では PCR 検査会場めちゃくちゃ増えたと思います。しかも値段もめっちゃ安いですね。2000円ぐらいで僕も受けましたから、そうすごく手頃なんで、気になる方いたらぜひやってみるといいと思います。そう、ちなみにワクチンって受けましたか。僕はまだちょっと様子見って感じです。まあその話はどうでもいいんですけど、まあ、今回はその2人暮らしをする中で僕が大切にしていることっていうことでシェアしましたけども、いかがだったでしょうか。そう、今回のお話がちょっとでも面白かったです、参考になりましたと感じていただけた場合は、グッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押してくれたら嬉しいです。はい、ということでじゃあ今日もいい天気なんで、この後もね、ガンガン行きましょう。ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。